テンプスランプチャンネル始まりましたー。よいしょー。テンプスランプ吉岡です。テンプスランプ道中儀です。よいしー。本日は最後の直線大逆転集。はい、はい、本日はですね、最後の最後で大逆転したレースを皆様にご紹介したいなと思います。おお、なるほど、はい、うん、記念レースとか SG の優勝戦を限定として皆様にご紹介したいなと思います。一番だった人が抜かされるわけでしょ。そう、最後の最後に、まあ、最後の最後に一番勝ってた人がギャン泣き、うん、2番から追い上げた人大喜び、そう、うわーってなるんですね。そう、うん、その2着になった選手を勝ってたら、勝ってたらうわーと、うわーうわーがすごいですね。天国と地獄みたいになるわけだ、うん、そういうレースでございます。まあ、さよならホームラン的な、ね、そう、野球でいうと最後に逆転、最後に逆転、もう2アウトから、はい、ギリギリで勝つという、そう、でしかも記念レースですから、うん、こちらもね、一流選手ということで、うん、はい、はいはい、見応えのあるレースばっかりとなっておりますんでね、はい、ぜひ見ていただこうかなと思います、はい、で本日紹介するレースは3本、うん、はい、ということで早速1本目、うん、はい、いっちゃいましょう、はいはいはい、レースはこちら、伊勢崎オートレース場で行いました G2 レジェンドカップの優勝戦でございます、うん、はい、はい、見てください。森和幸選手だったり、うん、篠原敦選手、うん、で高橋貢選手、うん、そしてあの、うん、ラディカル、あの有名トリオ芸人が参考にした、そっちで有名になってるわけじゃないか。あ、違いますか。松尾選手で有名な、あ、松尾選手で、はい、松尾博美選手が出ております、はい、この7号車と8号車のデッドヒートに注目していただいて、うん、最後の直線のね、ゴール前の争いも注目して見ていただこうかなと思います、はい、ということで早速1本目見ていきましょう。どうぞ。ラディカル V、 最後のブルーランプが消えます。スタート5秒前です。3秒を切ります。12レース優勝戦スタートを切りました。6人が並んだ 20m ラインのスタート、左右内から谷津啓司、谷津啓司まず3番手につけていきました。そのアウトコースに4番の森克行、後ろに早くも高橋光であります。高橋光左右内から3番手を狙おうとしていますが、現在どうでしょう、中段の位置であります。前2人は笠原光義、そして高田秀和、3番手に谷津啓司であります。すぐ後ろ森と高橋光がついてレーサー2周目と入りました。現在3番手は谷津啓司でありますが、インコース前輪かかるか、高橋光ここはまだ入れない4番手のポジションであります。高橋光のアウトコースに7番の松尾博文であります。後方に4番の森克行、5番の岩田、最後方6番の篠原となっています。3番手に高橋光、高橋光現在3番手のポジションであります。2番手田形に迫っていく、田形のインコース飛び込んでいきます。2番手奪っていきました、高橋光であります。前には1人笠原光雄であります。笠原が逃げる、追っていく高橋光、レーサー残り5周であります。3番手に7番の松尾博美が上がってきました。松尾が3番手、その後方に2番の田形となっている。さあ内側に入り込んでいきました。高橋光完全優勝に向かっていきまして、ここで先頭に躍り出ました。笠原2番手、レーサー残り4周です。笠原の後ろ3番手に7番の松尾博文となっています。2番人気の松尾が内側こじ開けていく、こじ開けていきまして2番手を奪っていく。さあトップ争い、高橋光、松尾博文、両者の争いとなっています。3番手が笠原、離れまして4番手が田形となっています。残り3周となりました。先頭レースを引っ張ります高橋光、7番の松尾が2番手を追っていく。車間詰めているか、松尾博美、松尾がじわりじわりとやってくる。3番手が笠原変わらず、さあ終盤戦、この両者の争いどうなっていくのか、高橋光耐え切るのか、それとも松尾博美記念連続優勝となっていくのか。さあアウトコース猛追する、肉薄している松尾博文であります。ここを耐えたい、耐えたい高橋光くん、インコース入れない松尾博文、残り1周ファイナルラップに入りました。耐えました高橋光くん、もう一度いきます。松尾博文車間はほとんどありません。離れた3番手は笠原光義。さあ両者の争い、3度目の正直、高橋光くん、レジェンドカップ優勝か。しかし最後がなってきて逆転か。はい、おい、どうでしたか。うわすごいわ松尾選手、最後の最後だ、うん、後方からの追い上げですよ、うん、松尾選手、うん、そして最後の最後で高橋光選手をさばいての優勝、うん、8番のさ、うん、高橋光選手が勝ってた人はさ、抑えろ抑えろって言ってたけどさ、うん、7番勝ってた人どういう気持ちなの。もうあ、7番勝ってたやつの気持ち、うん、あのラスト1周ぐらいからもう、うん、
ハゲお前は今日おいお前ハゲハゲ歯がないじゃん。そういや刺すないの刺しばせそいつ歯を刺せよ歯を刺せちゃんと。ちなみに俺はこの S78 しか持ってなかったから、うん、ルイシの状態ハゲハゲハゲってずっと言ってたわ。あじゃあ俺飛ばしやってたんだ。そうでも正直最後までもうあ871だわって思ったけどね。思った俺も思った。高橋光選手が抜かれるわけないだろう、ね、あもう無理だなと思ってた、うん、そしたらね、うん、なんとか刺してくれて、はい、見事、うん、すごかったです、うん、かっこいいです。でも石崎のファンはもうがっくりしてたのかな、うん、もう光嗣信者が多いんだよね、はい、ということで2本目いきましょう、うん、レースこちらです。伊勢崎オートレース場で行いました G1 第37回シルクカップ争奪戦の優勝戦でございます、はい、こちらね、0m オープンとなっておりまして、うん、荒尾選手、うん、高橋光選手、はい、木村選手、佐藤孝也選手、金子大輔選手と一流選手が揃ってる中、うん、また最後の最後で、うん、どんでん返しが起きるというレースでございます、うん、はい、このレースに関してはですね2号車の高橋光選手と、うん、4号車の木村武選手の争いに注目して見ていただけたらなと思います、はい、ということで早速見ていきましょう。どうぞ。ワント早いな。この大会に関しては因縁の対決とも言っていい2人です。3秒を切りました。シルクカップ優勝戦スタートを切りました。7番の牧瀬がスタートを遅れました。左右内から宣言通り荒尾が行きました。さあ荒尾ここからレースを盛り上げるか。2番手が高橋、3番手に木村、さあ人気両雄も好発進。一気に高橋が荒尾を飲み込んで上がっていこうとしている。荒尾を飲み込んで高橋が早くも先頭か。ついていく4番の木村、そして荒尾のアウトコースからは同じく飯塚勢久門トールが上がってまいりました。久門が現在4番手、久門が4番手から3番手へと上昇か。久門もこの伊勢崎の地では SG を制覇した実績がある。集団には8番の金子がついています。早くも人気両者先頭に待って、さあ残り6周回、高橋そして木村、このシルクカップでは名物ともなっているこの2人の激闘はこれから始まるのか。まずは4番の木村が競りかけていく。高橋が応戦する。共にちょっと膨らんでいる高橋光嗣、プレッシャーかける4番の木村。さあ木村が高橋にプレッシャーをかける。しのぐることができるかどうか。2番の高橋追っていけるか。4番の木村一瞬感覚はちょっと広がりました。そして3番手荒尾をさばいて8番の金子が上がってまいりました。今日は練習で躍動しました。手伝ってくれた仲間の分にも頑張りたいと話していた金子でありますが、荒尾がやり返して3番手接戦状態です。トップ争いはサイド4番の木村が詰め寄ってまいりました。そして3番手金子が入って3番手の争いも盛り上がっています。あと3周回の終盤戦、さあまだ戦いは終わっていない。人気両雄のマッチレースとなりました。3番手争いは8番の金子完全に制しました。さあ興味は完全にトップ争いです。王者高橋光嗣連覇なるかどうか、岡部に並ぶかどうか、同一 G1 最多優勝回数8回岡部聡に並べるかどうか、それとも4番の木村が迫ってくるか。高橋対木村の名勝負、高橋光嗣が先頭キープしている。さあありったけの力で4番の木村最接近、さあ狙えるか。ブルーフラッグを迎えました。残り1周回、高橋光嗣先頭です。よみがえる銀狼高橋光嗣が、さあ連覇なるか、それとも最後に4番の木村が捉えるのか。さあアウトコースから木村のまくり、木村のまくり、最後になんと高橋をまくり切って優勝。なんという破壊力。はい、はい、まくりまくり最後、うん、まくりね。何あれ最後外から行くとは思わなかった。化け物じゃん、化け物すぎるわ。叩き落としたみたいな感じ。うわっって言ったな。わっしゃーい、おいしいって感じだった、いや言ってた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 言ったもんって言ってた。いやマジで、まあでも高橋光嗣選手もビビっただろう最後、ね、びっくりした。横からうわー来たらってなってた。マジかよ。マジかよ。でちなみに次の年の38回大会も、うん、木村拓選手、うん、ゴール直線でかわしてまた優勝するというのをレースをね披露したんですけれども、同じような感じ、まあ、同じような感じだったんでね、うん、こちらの方を選ばさせていただきました、はい、さあ、ということで、はい、3本目の方を見ていきましょう。レースはこちらです。川口オートレース場で行いました、はい、SG 全日本選抜オートレースの優勝戦でございます、はい、もう SG ですからね、はい、すごいメンバーです。永井大輔選手、中村選手、うん、青山周平選手、うん、鈴木圭一郎選手、うん、早川聖太郎選手、高橋義弘選手、うん、高橋光選手、そしてあのお笑いトリオ、いや違います、ラディカル、そっちじゃないのよ。えそっちじゃないです。あ違うんですか。もう二度と言わんでいい。
松尾博美選手のね、うん、超一流選手が揃っております、はい、でその中でも、うん、3号車青山周平選手と、うん、4号車鈴木圭一郎選手のデッドヒートに注目して見ていただけたらと思います。どうぞカルマ。秋の夜空に歓声がこだまする8人の真っ向勝負、第30回全日本選抜オートレース優勝戦スタートしました。3コースから青山周平トップスタートを切りました。長いはスタートいきませんでした。さあ4番の鈴木圭一郎が2番手スタート、4番の鈴木圭一郎1番人気を背負っています。先頭青山周平であります。先輩の意地を見せられるかどうか。2番手から4番の鈴木圭一郎、3番手が長い、4番手に中村という並びになっています。3番青山周平が引っ張っています。追走する4番の鈴木圭一郎、チャンスを伺いながらの序盤の周回、まだまだ周回は残っています。先頭は青山周平、さあ1対1から、しかしまだ行く跳馬ではないのか。4番鈴木圭一郎我慢をしています。4番鈴木圭一郎我慢をしています。3番手長井、4番手には2番の中村雅人という体勢だ。さあ中盤戦から終盤戦まで長距離ランナー中村雅人の動きも注目でありますが、果たして動きはどうか。残りは7周回、3番青山周平と4番鈴木圭一郎、時代のオートレース界を担う若手レーサーによる首位攻防戦となりました。内をガードする青山周平、完全に鈴木圭一郎の存在は知り尽くしています。鈴木圭一郎の存在は察知しております。残りは6周回、外を牽制する青山、胸中や怒り、鈴木圭一郎が2番手からチャンスを伺っています。青山周平が先頭です。さあこの川口バンク、さらには SG 優勝戦3号車は SG 初制覇を果たした思い出深きシチュエーションであります。青山周平まだまだ経験値が違うのか、4番の鈴木圭一郎に前には出させません、前には出させない。さあ3番青山周平が気持ちで走っています。残り4周回、青山が現在レースメイクをしている存在、なんとなく永井と高橋光が近づいてきたように感じるのは私だけではないはずです。先頭は青山周平に2番手鈴木圭一郎、これはプロ野球のクライマックスシリーズに負けないドラマチックなフィナーレが待っているかもしれません。さあ残り3周回、絶対王者がついに起こった、絶対王者が怒った。現在3番手の位置であります。先頭は青山周平、2番手鈴木圭一郎、3番手に高橋光という体制になっています。さあこのレース制するのは勢いか、それとも経験値か。3番手から高橋光前を狙っています。まだわずかに、3番青山周平が先頭であります。10周回耐え忍んで V ゴールを目指します。青山周平先頭だ。さあ鈴木圭一郎2番手でこのまま終わっていいのか。最終コーナーに向かっています。外から捨て身のまくり鈴木圭一郎でありますが、先輩の意地を見せる青山でありますが、最後鈴木圭一郎が時代を変えた。最後鈴木圭一郎が時代を変えました。はい、はい、圭一郎選手が最後の最後ちょい差しで SG 優勝ということで、すごい怒ってたね。いやそれ光選手怒ってたよ。まあ怒ってはないと思う。なぜか実況が高橋光選手を怒ってる顔してたな。いやでもすごいレースでした。最後いやこれ鈴木圭一郎選手前に青山選手、後ろに高橋光選手挟まれて、そう怖かっただろうな。いや、うん、怖いよ。で圭一郎選手が見事 SG 優勝ということで、これが SG 初優勝なの。確かそうだったかな、うんうん、すごいね、うん、いややっぱ最後のちょい差しってすごいな。まあ勝ってる人はたまったもんじゃないけど、その2着になった選手を、うん、確かに間違いない1着になった選手を勝ってたらめちゃくちゃ興奮するだろうな。なるこれは。いやちなみに私はこのレース青山周平選手の頭しか勝ってなかったんでグニャーってなりました、ね、最後に。いやでもラスト1周よし勝ったと思うけどね、あれどなるあの展開なる安心しちゃうけどな、あれ。でもやっぱこれがあるからオートレースっていうのは面白いんだもん ね、まあ、そうね、最後の最後まで分かんないっていうのはいいよね、うん、ということで、はい、本日の動画こちらで終わりにしたいと思います、はい、この動画良かったと思う人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。あした。チャンネル登録お願いします。